今日はベイブレードバーストの新シリーズガチンコレイヤーシステムが登場したよ。それがこれだ。まずこの真ん中のベイがSドラゴン STCH ザン、こちらはスラッシュバルキリー BLPW レッツ、そしてこちらは武神アシュラー HRKP10。 おお、さあ見てください、これが新しいベイブレードでございます。はい、ガチンコレイヤーシリーズって何？これはですね、ベイブレードバーストの新シリーズなんだよね。へえ。ガチンコレイヤーシリーズというのはですね、よいしょ、このレイヤーが3つのパーツ、ガチンコチップ、ウェイト、ベース、この3つのパーツで構成されております。へえ。でね、このウェイト、これメタル部分のパーツなんですけれども、はい、これをねベースとガチンコチップの間に、挟み込むことで従来のベイよりも安定性や重量が上がり格段に強くなったそうです。マジで？今までのねレイヤーと違って3つのパーツに分かれるからね、よりこう改造の幅が広がるというものになっているんですよ。じゃあ改造も楽しくなっちゃう。そう、もう本当にこのウェイト一つでもこういろいろなね種類があります、うん、よく見るとね違うんだよ、ほらそうね、こことかね、うん、はい、これはもう目に見てわかる違いですね、うん、まあ、こんな感じで、ウェイトを入れ替えることによってねレイヤーも進化するんですよ、うん、でちなみに組み方なんですけれども、このベースにですねウェイトを取り付けます。そしてこの上からガガー進化。はい、これでねレイヤーが完成します。はい、ちなみにこのエースドラゴンはですね、ベースがね3種類あります、うん、これによってグランドラゴン、ロックドラゴンと3タイプのレイヤーに変わります。はい、これすごいね、うん、うん、めちゃくちゃかっこいいね。うん、じゃあちょっとね、はい、遊んでいきましょう。はい、私は、さあじゃあ早速、勝負してみましょう。はい、パパが使うのはスラッシュバルキリー BLPW レッツ、対するかなとくんが使うのはエースドラゴン STCH ザン。いくぞ、3、2、1。うわー、すごい、おー、おー、すげー迫力、音すごい、あ、止まった。かなとくんスピンフィニッシュで勝利。じゃあね、武神アシュラ HRKP10、 こちらもねちょっとやってみましょう。はい、で S ドラゴンからねグランドラゴンに変えて、かなとくんはこっちでやってもらいます。はい、3、2、1、ゴーシュ。おお、ちょっとかっこいいね俺のやつすごい、おお、睨み合ってる、おお俺が攻撃かくる、すごい迫力だね。うわー、うわー、おー、パパの勝ち。すごい、すごいね、楽しい。すごい白熱したバトルができたね。うん、じゃあ今度はですね、目隠しをしてランダムで選んだパーツだけで組んだベイで勝負しよう。ほー、じゃあすげーベイ作れる。始ま。さあ、それではですね、選んでもらいましょう。手の感覚だけでね、パーツを選んでください。まずはね、じゃあベースから選ぼうあんまり触っちゃダメだよ、あんまり触るのずるいよ。これ、それ、はい、まずこれ、これですね。はい、はい、出してください。じゃあ次はウェイトを選んでください。はい、ずるくないはい、これですね。じゃあ次はチップを選んでください。これです。はい、これ、これです。はい、次はディスクです。はい、これ、はい、これ最後ギアです。なんだこれ、これでしょはい、これ、これ、目を開けます。はい、じゃじゃん、うわー、いいやつゲット。なかなかいいんじゃない？うん、なかなかいいと思う、ね、うん、うん、あ、これが、これ欲しかった、結構いいやつゲット。まずここにこれを用意して、で、ここにこれを取り付け、取り付け、その上にガーチンコ。
ウェーイ、完成。完成。このようなレイヤーになりました。基本はね、ロックドラゴンですけども、ウエイトが10になっております。はい、これは面白いんじゃない？うん、いいかもね。ラジマ、はい、次はパパが選びます。はい、まずはベース。はい、ベースどこですか？ここ、そこ、ここか。あ、4つある。4つあるね。そうですね。こらー、うわー。次、ウエイト。はい、これ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 にする、これにする、これでいき、さあ、次はチップ、どっち？これで、okay. 次はディスク、ディスク、そこです。これですね、うん、こっち。最後、ドライバー、ドライバー。ここはもうせーのでいく、せーの、こっち。目を開けます。はい、次、トゥー、パシッ。おお、結構いい。なんか面白い組み合わせだね。ね、さあ、じゃあね、じゃあベースにウェイトをセット、チップをガーッ、チップ。おお、なんかすげえ、すごいよ、すげえな、さあ、それじゃあこれでバトルしていこう。はい、ラジマ、パパのベイはこちら、スラッシュアシュラ BLKP ザン、イエーイ。かなとくんのベイはこちら、ロックドラゴン HRCH10。 観客席にはあーちゃんが到着しました。あー、頑張れー、いくぞ、3、2、1、ゴー、いけいけ、アタック、アタック。すげー、いい勝負、いい勝負、いい勝負。うわー、しゃー、負けた。スピードフィニッシュ、パパ1ポイント。なんたってパパはな、第2位の男だからな。3、2、1、ゴーシュミスシュートでやり直しだ。いくぞ、3、2、1、ゴーシュ。いけいけいけ、結構スイッ、アタック、アタック、あーしゃー。結構強いシュートでいったのに。フィニッシュ、パパの勝ちだ。なんだ、悔しいのか。あ、しょうがないから、あと1回だけ戦ってやってもいいぞ。お願いします。あしゃー、バトルスタート。泣いても笑ってもこれが最終バトルだ、うん、これに勝った方が勝者となる。いくぞ、3、2、1、ゴーシュ。いけー、結構練習つかった。完全勝利、ラジマ。はい、そんなわけで今日はこちらのベイブレードバースト新シリーズ、ガチンコレイヤーシリーズで遊んでいきました。はい、どうだった？すごい作るのが楽しくなったね。今まではね、レイヤー、ディスク、ドライバーのこの3つだけの改造だったんですけれども、はい、レイヤーがね、さらに改造できるようになって、これは本当にね、改造の幅が広がるし、ほんと1つのパーツを取り替えるだけでも進化するし、もう無限に改造の幅が広がるよね。うん、うん、ますますベイブレード面白くなっております。はい、そしてね、うん、アニメ、うん、ベイブレードバーストガチが2019年4月5日金曜日より、配信開始されます。コロコロチャンネル、公式ポータルサイトタカラトミーチャンネルにて毎週金曜日午後4時から、順次配信ということでね、うん、詳しい、詳細はですね、動画概要欄の方に、リンクが貼ってありますので、そちらの方をぜひご覧になってください。ご覧になってください。はい、ますます面白くなっているベイブレード、皆さんも遊んでみてはいかがでしょうか。そんなわけで今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。お願いいたします。おすすめの動画も見てね。そんなわけで今日はこの辺でバイバーイ。